やべえ、いきなりなんか今ね、誤嚥しかけた今大丈夫ほんとね、やばいねほんとね。はい、皆さんこんにちは、元気なおじいです。さあ今回はね、大本命レドミノート11 Pro 5G ね、もうついに手に入るよね。発表からちょっと時間経ったけどもね、いよいよだねこれね。あの楽天も予約を開始ってことで、いや楽天はこのシリーズ扱わないじゃないのっていうね、視聴者さんからの意見がありました。いやついに来たよね。はい、そんなわけで見ていきましょう、ね、携帯ウォッチさんからのニュースです。シャーベイレドミノート11 Pro 5G を国内向けに発表ということで、まあ、5月19日ね、先ほど10時のニュースになります。シャーベイは日本国内向けに 5G 対応スマートフォンレドミノート11 Pro 5G を発表した。オープンマーケット版が 44,800円で販売されるほか、楽天モバイルでも取り扱われる。発売日は5月30日で予約受付が始まった、ね。まあ、予約って言ったらそんなに急ぐ必要もないと思うけどもね、本当ね。だって今日いつ？今日5月19日、ああ、もう10日後なんだね、本当ね。はいはい。まあでも初期ロットは必ずバグがあるって言われるからね、本当ね。はい、こんな感じでね、レドミノート11 Pro 5G で、税込み 44,800円の端末になります。いやーこれがさ、例のほら、あそこのね、解約するとすぐブラックになるっていうね、あそこのドコモ系のあそこなんだっけね、あそこでいくらぐらいで出てくるんだろうね。まあ少なからずともちょっと期待したいのは、楽天モバイルで2万円引きね、だから24,800円で手に入るんじゃないのって思うんだけど、いやどうなんでしょう、ちょっと期待せずにはいられないね。ほら、じゃあここにグーシムシェラーって出てるからね、結構扱いはいっぱいありますね。でこれね、カラーリングは素敵な3種類、このブルーがいいね、これね。これ赤系は今回ないんだね。ブラックとホワイトとこのブルー系のね、この3種類みたいです。はい、レドミノート11 Pro 5G はハイパフォーマンスを日常に、実力派の 5G スマホというキャッチコピーとともに発表された1台。グローバル市場向けには同名のモデルが1月に発表されていた。チップセットはコルコムのスナップドラゴン 695 5G を搭載する。メモリーは 6GB、 ストレージは 128GB で、おじいちょっと思ったんだけど、ここでなんで 8GB じゃないのって思うんだけど、海外版の8とか12とかあるでしょ当然。ここでそろそろ8にしてほしいんだよ。おじいが前レドミノート、何レドミノート90だかなんだっけ、なんかをあれ手に入れようかなと思って、6ギガバージョンの方が欲しいっていう言ってる間になくなっちゃったんだよね。1円と何だっけ、1000円2000台ぐらいのやつがあって、メモリーの違いなんで、いやこっちがいいっつってね、言ったら買えなくなっちゃったんだけど、ね。まあ、でもその後視聴者様からね、こちら提供いただいたんでね、レドミノート90、ね、ありがとうございます。おじいはこれ音楽聴くのにねずっと使ってるけど、これね出した時に横にパーンってやるの以外はもう素晴らしい。どうしても癖で上にこうしてやっちゃうんだけど、これこうなんで、そこたまにやっちゃう以外は本当素晴らしいね。シャオミはいいよ本当ね。でサイズは、まあ、164.1×76.1×8.12mm で、重量は 202g、 67W の急速充電に対応した 5000mAh の大容量バッテリーを搭載し、わずか15分で約 50% 充電できるというところだよね。まあ、5000mAh もね、まあまあスタンダードというかね、まあ大きい方ではあるよね。ディスプレイサイズは 6.67インチ、フル HD プラスということでね、2400×1080 で 120Hz のリフレッシュレートに対応するってことで、まあ、十分ね、ゲームでもガンガン使えるね、これね。アウトカメラは三眼構成で、約1億800万画素のメインカメラのほか、超広角カメラや
マクロカメラを備える。うわー、もう一応僕がそのカメラ使ってみたいね、一番最初に出たのなんだっけね、あのジョイモデルね、あれ結構よろしいお値段だったけど、いや結構もうこんなにね、手の届く位置まで4万4800円まで下がってきたってことだね。いやいいね。で、超広角カメラやマクロカメラを備える。うわーい、マクロカメラ、おじいの大好きなマクロカメラね、1センチぐらいで出社できるのかな、まあ3センチぐらいかな、いいところだね。まあ、防水防塵性能は IPX3、IP5X、NFC およびインフェリカにも対応する。まあ、お財布携帯に対応してるんでね、まあ、日本人は万歳。本体のカラーリングは3種類、楽天モバイル版とオープンマーケット版の違いとして、全社にはないカラー、アトランティックブルーが含まれている。対応番号はね、ご覧の通りということで、まあ、3と8とかもあるし、18もあるしね、ここパートナー会社のやつも一応ちゃんとあるってことはね、まあ、5G バンドがあるし、まあ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 、このバンドを見てみると、まあ、普通にね、使えるよね、うん、でオープンマーケット版の販売チャンネルはね、ご覧のところで手に入るそうです。まあいろんなところで手に入るってことはね。でキャンペーンもあるよね、先着6000名のユーザーにミースマートバンド6ブラックが申請されるということで、ね、スマートウォッチもらえるんだね、うん、これ素晴らしいね、本当、うん、まあ、おじいスマートウォッチはもういいかなって、スマートウォッチはもう嫌ってことあるんで、まあ、スマートウォッチはもういいな、本当ね、そうだけど、でもまあ一般的にはね、もらえたら嬉しいよね、これね。はい、スペックを見ていきましょう。チップセットアルカルムスナップドラゴン 6955G ということで、まあ、そんなにハイスペックなめっちゃウルトラいいやつではないけども、まあまあこれぐらいついてたらまあいいよねってぐらいだよね。で、まあ、メモリーストレージもね、まあまあこんなもんでしょうね。で、重さが 202g なので、まあちょっと重たいかなっていうぐらいだけど、まあここら辺と相対して変わんないんだろうね、うん、まあ、ちょっと重たいかな。あの P30 ライトとかがもう鬼のように軽いんで、ああいう比べたら重く感じるかなって感じだね。まあ 202g、 昔はあのね、 F1 とか夢出しの F1 とか S3 Pro とかね、 200g 超えると重てうわーって感じでね、こんな重たいの持てねえよって、あの当時はみんな口揃えて言ってたけど、重すぎるっつってね。今の時代はまあ普通でしょね、それぐらいね。はい、まあね、今回はおじいの好きなカメラがね、結構で、インカメラはまあ1600万画素ってことでね、うん、グリーングリーンってなるのも欲しいけどな、本当。はい、ということでね、まあ、5G と 4G ご覧の通りです。で、Wi-Fi が残念ながら AX に対応していない、ね、せっかくね、あの AX に対応した Wi-Fi があるから、いや、ここちょっとね、ここなんでどうしてなの、どうして今でき AX に対応してくれないの、これは高いのと差をつけるため、ね、ここだけ非常に残念です、ね、新時代、このせめて Wi-Fi ぐらいはさ、つけてよ。まあ、チップセットはね、最高峰はあのいいとしても値段からしてね、これ AX ここつける分にはそんな値段かかんないでしょう。ここはね、ちょっといただけないよ。Bluetooth は 5.1 ね、今 Bluetooth 5.2 か 5.3 でしょ、新しいの。ね、まあ、ここら辺はね、ちょっとあれだな。はい、まあ、そんなわけでね、楽天モバイルからも発売されるよというのがまあ同時記事にできております、ね、楽天モバイルも5月30日に発売するよ、予約が受付が始まってるよ、ね、で楽天モバイルのところはこうなってるんだね、うん、一応3つこうしてあるんだけども、ブルーのカラーがないんだね、これね。シャオミによるオープンマーケット版と基本的なスペックは同時だが、本体カラーのラインアップが異なる。オープンマーケット版のアウトランティックブルーを除く2色のラインナップとなるということなんだね。
だからね、おじいが一番素敵だなと思ったブルーがない。なんで、まあ、楽天とか他のところだ、この、まあ、各ところにその特別色っていうの、例えばまあ楽天だったら、まあ、赤ね、赤があるよとかさ、なんかそういうのをやってもいいと思うんだけどな。こうなんでその楽天モバイルは人気色がないのってこれおかしいと思わない？だってさ、これがね、オープンマーケット版と楽天モバイルでは色が全く異なるっていうね。だから色で選びたい人は、分ければいいじゃんみたいな、それもありでしょ。でも一色だけないってちょっとあれじゃない？しかも一番いい色ね。いやー、なんか寂しいよね。おじいが一番最初パッと目に入ったのがやっぱこれだよね。綺麗なカラーだよね、このブルーはね。これが多分イメージカラーだと思うんだけど、いやー、これが欲しかったら楽天以外で買いなさいっていうことなんだね。まあ、カバーをしてしまえば全然わからないとは思うんだけど、でもおじい、カバーしない人なんで、基本的にカバー嫌いなんで。でシャオミは結構ちょっとこう細かくチュルンとしてないから、滑り防止になってるから、いらないよねカバーがね、まあ、シャオミはいいよな本当ね。だって今ある中で一番気に入ってるのがだってシャオミだもん。シャオミが一番いい。音楽聴いてても音いいし、いいよ。すごい、もう、ぬるんぬるん使えるし、ね。全く不満がない。本当。ね。全く不満がない。これでカメラが良くなるでしょう。うわ、いいなぁ、本当。おじは買わないよ。おじは買わないとか、おじは買えないよ。ね。うちの YouTube の収益では買ってる余裕はありません、ね。はい、そんなわけでね、まあ、待ちに待った皆さんいかがでしょうかね。まあ、あと実売が、ね、割引を入れてどれぐらいで手に入るか、ここが問題ではないかなと思います。グーシムセラーでね、1円ぐらいでやんないかな。本当グーシムでさ、1円縛りだったら、半年とかね、まあ、8ヶ月とか、まあ、使えばブラックにならないんだったら、で一番安いのは何百円でしょ。だから、まあ、1万円ぐらい使って手に入るんだったらって、ちょっとあれだね、1円ぐらいにしてほしいよね。でもおそらく9800円、1万円ぐらいで来るじゃない。だから2万円ぐらいの、2万円引きぐらいのってなるのかな、もしかして。どう、まあ、ちょっとこう高飛車で来るんだったら14800円ぐらいだと思うんだよ。でおおって狙うんだったら、まあ、9980円ぐらいかな多分ね。グーシムシェラーで来るんじゃないかな、おそらく。違うかな。あ、待てよ。あ、そうだね。あ、ちょっと待てよ。端末の値引きが税込みで2万円までだから、ちゃう。税込みで2万2000円までだから、グーシムで最大限に、シムと抱き合わせであってしても、2万2800円だ。ね、税込みで。2万2800円までしか割引ができない。ということになります。で楽天モバイルの場合はウェルカムポイントが5000ポイントついて、それもね、処理は別だなんて言わないよね。そうすると5000円高くなることになるから、まあ期待はここだな多分な、それか楽天モバイルの店舗限定1円でやれよやれよ1円でね。端末2万円引きの、あ違う、端末2万、税込みだから端末2万2000引きの2万2800円で楽天モバイルはやって、それで何だっけ、なんとかの限定でポイントバックすればいいんだよ、いつものごとくね。まあ、そのポイントバックも、その全ての
利益を合算して2万2000円税別を超えてはなりませんよっていうのがあるんだけどね。まあそこら辺はね、一時ばかり、やってうちは徹底してるぞ、法令遵守してるぞってね、姉さんもやってもらえないから困るよって言っておきながら自分のところでやっておいて貧しく食らったっていうね、あの記事を紹介したばっかなんだけども、まああの手この手で安くしてくれる分にはね、消費者はありがたいよっていうね。でまた覆面にバレればねネタになるし、まあそれをやらなきゃ楽天じゃないなと思うんだけどね。はい、そんなわけでね、まあここら辺がね、いかに安く手に入るかね、これはでもちょっといじってみたいなって感じはするよね、うん、まあおじいはじっと我慢の子であったね。はい、そんなわけで今回はおじいが大好きだね、シャオミの話題でございました。皆さんの意見もどしどしお寄せください。またね、バイバイ。